感じはこっちに。さあさあ皆様、今から居酒屋ごっこに行きたいと思います。はい、何の料理ができてるか僕も知りません。知らされてない。知らされてないです。楽しみ。はい、奈緒さんのカサゴでしたっけ。あれ絶対うまいっすよ。スーパービッグ、あれが一番だって。あ、そうか、そうか、うまいって言ってたっすね。ナンバーワンだ。オープン前の、はい、一人ですね。まもなくですね、VIPのお客様がですね、いらっしゃいます。はい、皆さん心して、迎えおもてなしをするように。はい、喜んで。はい、皆さんの飲み物をまずお聞きして、それから、はい、よー、いらっしゃい、いらっしゃいませ。店長、団体なんですけど、8名様。あ、ちょっと待ってね、怖がりしかなかですけど、それでもよかですかね。あ、全然大丈夫。よかよ。あ、じゃあどうぞ、すいません、どうぞ。あ、いらっしゃいませ。どうぞ。あ、なんか、いらっしゃいませ。黄色いおじさんが出てきた。いらっしゃいませ、どうぞ。お隣へどうぞ。いらっしゃいませ。お邪魔します。わ、すごい。わ、すごい。めっちゃ変わってる。おい、変わったやろ。すごい。これですね、この日のためにですね、結構改装して、レイアウトは同じような基本的にはですね。で、ここから辺が広くなって。そうです、すごい。バーみたいな。まあ撮影後はそっちでちょっといっぱいやりながら。じゃあどうぞ入ってください。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。やってる？どうぞ。あら、いつもの直さんでした。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ、皆さん入ってください。ごっこじゃなくて居酒屋じゃないですか。どうぞ入ってください。はい、いらっしゃいませ。入ってください、入ってください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、失礼いたします。本日は居酒屋ごっこ特にご覧いただき誠にありがとうございます。このものもお伺いさせていただけますでしょうか。じゃあ、明治ビール。はい、かしこまりました。ウロン茶のお客様、じゃあウロン茶、はい、少々お待ちくださいませ。失礼いたします。そういうネタあったか。じゃあ、ケコッタン、ケコッタンお願いします。お、なんか来た。あれ、うわーお、うわーお、うわーお、こんなの見たことありますか。アラカムの姿盛りっすよ。やば、頭がね、頭はまた後でね、ちょっと使いたいところで、ちょっとアラカムのね、それ見たことなかったけど、使ってみたかったんですよ。すげー、やべ、僕も不意打ちでした。シャメ取っていい。いや、これすごいな。これやばいっすね。それはお刺身でも OK ですし、その鍋開けていただいて OK ですし、しゃぶしゃぶ、そうです。はい、あっちい。鶏皿とね、おしゃぶ、あっちい。鶏皿、ポン酢、はい、ポン酢とも入れるらしいわ。顔でかいっすよ。あー、いい、いい、とりあえず、いい、いい、はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。お、な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 、すいません、お父さん。お、な、お父さん、お父さん、親父に助っ人に来ていただきました。お父さん、あのサイズはあらかも見たことある。でかかった、これ。言った人です。なんか飯食ったぞ。飲みしいな、なんかじわじわ来るな。どうだろう、土鍋以外は全部有田焼きで。おお、有田焼きなんすね、これも。そしてこの日のために土器じってきましたよ。すごい。ちっと二人で、小芋にもありますよね。本当だ、書いてある。有田焼きなんだ。アラカムのやつは、これはうちで一番いいお皿を使いました。コイマリです。コイマリ、コイマリを使用しております。コイマリに乗ったアラカム。アラカム、すごいな。じゃあ電気をちょっとつけましょうかね。あ、わかる。ありがとうございます。じゃあ、そしたら皆さん、お手にビールを。3泊4日間、これラストナイトですね。無事に、このメインとなる船釣りが成功しました。本当にありがとうございます。はい、心を張ってよろしくして。はい、乾杯。乾杯。お疲れ様です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 。乾杯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 。やっぱりね、おめでとう。そしたらですね、まあ、あの、株
れる居酒屋ですので、ここはあのプリザラ、はい、と醤油ポン酢で、ポン酢2種類、ゆずポンと、カボスポン酢、四国でですね、もらったやつ一種類だけど、おー面白いポン酢あったんで、それを使っております。じゃあ皆さん、いただきます。食べたいものを食べますか。いただきます。いただきます。どうなんですか。あ、それはポン酢、カボス醤油、カボス醤油、カボス醤油、結構ターン、極ゼロ一杯のカレー、お前入ります。この醤油、美味しい。美味しいですね、めちゃくちゃ美味しいです。あのね、笹子の甘みがすげー引き立つ。お、ケンゴさん、何食べたんでしょう。どうですか、笹子。しゃぶしゃぶどうですか。うまい。飲むののおかわりよろしかったでしょうか。大丈夫です、言ってくださいね。はい。お、しゃぶしゃぶ、ダブシャブ、それだ、それ、塩、塩あるね。手はかけあります。どうですか。うん、あるある、最高の組み合わせだもん。うわー、いきます。おー、映ったやつか。あ、マサ、マサ、マサ出た。マサの顔、いただきます。マサ、これ何で食べたらいいんだ。カボス醤油でしょうか。カボス醤油でいく。カボス醤油で、チョン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 、うまい、小声のうまい、いただきました。どうぞ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 、教えてほしい。もう何も必要ない、言葉は、言葉いらないな。うまいな、醤油。お、何も言わない、みんな何も言わない。難しいやつや。あ、それ違う、そっちだ、そっちだ、アドリブがすごい。うまい。いや、はいはいはい、それから、おお、今ので、今のでスイッチが入ったぞ。どうしたらいいんだろうね。いただきます。これどうする、このパスを、このパスをどう取るのか。同じ言葉じゃないでしょうね。自分で言えば。ありがとうございました。はい、閉店。最高。なみなめじゃない。めちゃめちゃうまいっすね。皆さん、ガンガン、ガンガン行きましょう。ガンガン、ガンガン。これが噂のトッポちゃん。噂のトッポちゃん。うまい。トッポうまくないでしょ。このまま行ってみよう。うまい。うん。柔らかいんだね。うん。美味しい。柔らかい。美味しい。うまい、うまい、うまい。飲みながら、食べながら。あの先もありますから。食べたい。はい。じゃあ、あとですね、例のいろは粉。万能いろは粉、我々ほら現地で調理することが多いですね、はい、でその時に醤油持ってったりなんかしたりするとすごく大変、うん、ということで健吾さんに頼んだわけですよ、はい、粉をこれに混ぜてカルパッチョとか、はい、和風で醤油とかつおだしとかネギとかが入ってるんです。粉末として、粉末で、はい、今から健吾さんに今からこれで、ね、最後の最終調整、最終調整作ってもらうやつです。お願いします。お願いします。そら粉、こっちカルパッチョですか。カルパッチョ、よく、あの釣り場だったら、例えばジップロックとかチャックのビニールとか、あんなにカシャカシャカっていうね、混ざります。シャカシャカするんですね、シャカシャカ。持っていくの、釣り場でなかなかできないかな。ケイコちゃんがめっちゃ興味津々になるじゃん。あ、もうがっつり混ぜる感じで。そうですね、まぶして全体に、はい、これも、これ醤油、トソパ風粉末、試していいですか。あ、味見よう。何ですか。パセリ。あ、パセリか。どうでしょう。美味しい。美味しいという口の動きでした。美味しい。後ろではケイコちゃんが飛び跳ねております。ケイコちゃん食べ、マジも食べてみ、一緒に。おいで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 します。おいでおいでします。あ、ケイコちゃん、痩せるケイコちゃん。お、あんつけ、あんつけ、あららら、らそういうお店。今度はそういうお店。美味しい。そういうお店。美味しい。そうですね、ちょっと強いの。そういうのにもさらに勉強していただきます。ちなみに、ちょっと変化球使いすぎたから一回、次は取り戻して。うん、難しかった。美味しい。何が入ってるんだろう。白米があったら一杯いけちゃう。ご飯に合う。すごい。何が美味しい。
うまい。はい、乗るとこない？新しいな。カマでございます。うわー、美味しそう。ひろまさん、ひろまさん電源ありですよ、電源ありまた、ツーなかけ方してる。あー、しますが、おぉ、めっちゃ食べやんない。美味しそうな顔してるよ。飲み物入ってます。いやー、すいません。ネギジュースください。ネギジュース、はい、お願いします。はい、これお魚の卵です。卵も、はい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 、卵、卵、何これ、めちゃめちゃうまい。これは本当にうまいですよ。うまい。いや、じゃあまだ僕食べてないです、ごめんなさい。はい、あー、これ一番好きだ、これマジでうまい。卵ね、すごい。いや、めちゃくちゃ熱いです。これちくわかと思った。ここでちくわか。ちくわって思った。味付けが美味しいよ、ずるいよ。こちらいつもさ、茹でてるポン酢でやるだけだから。味付けが満足、満足、満足も味付けが。味付けはやっぱりね。美味しいわ。味がうまい。味付けがうまい。水を入ると思うので、残しておきたいね。こんな感じの子は。はい。私も。お、お、お。徳さん、ネタバラシしてる。言っちゃう。聞かなかったふりをするのが難しいね。そうですね。あ、なんだろうこれ。なんだろうこれ。なんでしょう。わあ。新メニューが1個あるんですよ。お寿司とお吸い物でしょ、はい、お寿司と一緒に出すべき、タイミングがいつなのかちょっとわからないもの、こ れ, つつこれちょっとね、こそがって持っていって、あの、こそがって、じゃあ蓋をですね、一番上蓋を取ってもらって、あ、いいですか、開けていいですか、どうぞ、はい、せーの、バカ、バカ、意外、意外、意外、下げんなよ。怒ったけど、2段目で、2段分なんですよ、ちょっとだけです。で、あの、それに好きな薬味乗せて、ちょっと出すよ、なるほど、はい、ここにあります。お茶漬け、食べてください。1貫分だけですね。しちゃそんな感じです。本当に必ず1人ぐらいが上手に乗ってますね。カメラマンです。あ、C のする時間が短かったのはってことだよね。どういうことかっていう。あ、なるほど。そうですね。する時間が短かったのかな。なんで？なんか。あ、冷めちゃう前にかけちゃいました。おお。面白くなった。どうだった？食べてみてください。ほら、食べなよ。すごい。食べよう。うわー、これ時間足りない。どうですか？そう。うまい。はい、なるほどね、細くするのがいいんだね。熱が入るだけで変わるもんね。これキャスイカ4個のマイナス55度で、あ、はい、死んで3分後に動いてる。すごい、違う、聞いたことあるやつだ、これ。きれい。はい、食べてみてください。どうぞ。料理はですね、はい、まあ、あと最後にもう一個ぐらい出るところなんですけど、ね、ここでですね、あの、親父からサプライズがあるんですよ。なんだ？なんだ？持ってきてるんですよ。なんだこれ？なんだこりゃ？どうですか？うなぎちゃんがおりました。おーい、おらん、すご
ご機嫌ですよ。イカシ、イカシ、イケだ。おぉ、立派な、すごい、いなぎですよ。こうやって持ってきてくれたんで、これもうちょっとずつですけど、セール蒸しを作ろうと思います。めっちゃ真剣に見てる。巨匠みたいな感じだった。うちは弟子、弟子ね。あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。見て学ぶパターンの勉強させていただきます。おー、おー、おー、セールムシしてね、今から食べつつ、飲みつつ、はい、楽しみましょうかね。はい、はい、ということで、ね、ほら、食ってきた？みんなこっち見えてるかな？もう食べるのに夢中ですね。食べているのか。ここからみんな食べれるってやつですよ。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。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 ですね、あのペットボトルでうなぎを釣るってやつなんですけど、今回はですね、これをですね、はい、お、お、あの踊りが出るのか。でも切れるじゃないですか、これ。来ました。おいマジかよ。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。